今も朝です。昼前だ。いや12時過ぎてるから。そっか、ね、1時だよ。そっか、ほら今日何時に起きた。9時ちょいに起きてた。お、早い。リアル前からやってたでしょ。そうそうそう。雨降ってます。こっから後ろ橋を持ってきた。ここで焚き火やるんじゃないと思ったでしょ。なんと今日はですね、まあ、ここでね撮影してるけど、うん、実は、はい、なんとマイクラの、うん、ボードゲームの会社さんからですね、お企業案件いただきました。ありがとうございます。さんってことで今日はここから1ヶ月食べ物食べないサバイバル生活していきたいなー。嘘でーボードゲームだから。じゃあボケんな。家にね完全にセットをね、はい、作ったんで、ボードゲームセット作ったんで、うん、福岡キョウキョウハウス行って、はい、家ですよ。いいよねー。タイタイとキョウキョウやっぱいつもさ大原に助けられてばっかりなわけよ。そうだから、ボードゲームだったらね、ちょっと大原面に勝てるんじゃないのっていうね。俺と大体企みを今してるから。やばいやばい。1枚目、3枚ですよ。はっ。いや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 、もう1枚。ほら、ほら、いくぞ。ほら、あです。そしてはい、お疲れ様です。そしてちょっと痛いでーす。リアルマインクラフト。普段ね、マイクラを帰宅部トリオで遊んでるんですけども、はい、ルールは簡単、はい、目の前にあるこれが自分のフィールドなんですけども、はい、ここに経験値がございます。はい、この経験値を貯めていって貯めていって、うん、最後に一番経験値が高い人が優勝となります。はい、それではじゃあやっていきますか。はい、じゃあまず誰からやる。一番手の人はこちら、はい、マインクラフトで最近ダイヤモンドを見つけた人が一番プレイヤー。昨日見つけた人いる。俺昨日RTA やってて村で、うん、じゃあもう耐えたいから時計回りでいきましょうか。はい、そしたらその辺を歩いてるクリーパーでもわかるこのゲームの遊び方。先ほども言いましたけども、自分の盤面の経験値を誰よりも多く獲得した人がこのゲームの優勝者となります。経験値を集める方法はいくつかあります。この盤面の中には建築カードと呼ばれるカードとモブキャラが書かれているカードが2つ存在します。1つ目は建築。建築をすることで経験値がもらえます。そして敵のモブキャラ、ゾンビやクリーパーなどがいるんですけども、そのモブキャラを倒すことによっても経験値がもらえます。それでは建築する方法と敵のモブキャラを倒す方法を紹介していきます。皆様画面にちょこちょこ映り込んでて一番気になってた方も多いんじゃないでしょうか。木材であったり砂であったり黒曜石のブロックの山があるんですけども、建築についてはこのブロックを使用することで建築することができます。そして敵キャラを倒す方法は皆様こちらチェストのマークのねカードがあるんですけども、そのチェストのマークの裏側にはですね武器などが存在してます。その武器で剣であったりとか弓であったりとか、そのような武器を駆使してね敵キャラを倒すことができます。基本的にはこのような形で経験値がゲットできるんですけども、ここで自分のターンで何ができるのかだけ紹介させていただきます。こちらのアクションカードを見るとね一目瞭然なんですけども、自分のターンでは2つ、このね書いてある5つの項目の中から2つ自分のアクションを選ぶことができます。先ほどのブロックの山からねブロックを2個集める、これはもうあの建築に必要な素材を、自分のターンでは2個集めることができるんですよね。そして0から2スペース分移動してカードをめくる。皆さんね真ん中に緑、黄色、赤のねキャラクターがいると思うんですけど、格子状のねこのスペース、今点がついているところが移動できる範囲なんですけども、移動してカードをめくることによって敵と戦えたり建築ができたりすることができます。そして3つ目、建物を建築する、これで一つのアクションとなりますね。そしてモブと戦う、これも一つのアクションとなります。そして、先ほど申し上げましたチェストからですね、武器が出てきた場合に武器を集めることも一つのアクションとなります。なので自分のターンではこの5つの中から2個ね、被ってはいけません。被ってはいけないこの2個を選ぶんですけども、ここが結構戦略性あるんですよね。基本的にはこのようなルールで進行していきます。はい、じゃあどうぞ。耐えたい、じゃあ押します。じゃあまず移動してカードをめくりたい。周り格子状の、はい、ところがマスになってますね。うん、この周りの4枚をめくることができます。はい、スケルトンスケルトン出た。はい、でこれ武器ですね。はい、まあ、武器もゲットできますよと。2つ目のアクション、2つ目のアクションを行います。はい、はい、ブロックを取ります。あ、ブロックを取る、出た。はい、こちらのね建築だとこれ、ね、結構大変だね。うん、砂3個と原木1個と黒曜石1個必要なのよ。はい、はい、その建築するために必要な資材をこっちのねあの資材のこの山から、まあ、取ることができると。この建築狙いだと砂多めに取っといた方がいいとかあります。きっとエメラルド。
さあ出ました皆さん。はい、エメラルド出ましたよ。エメラルドは何にでも代用可能でございます。万能ですね。だから黒曜石足りねえよって時にエメラルドをね差し込むと、 それだけで建築できたりするんですよね、はい、うん、なるほどなるほど。ターンエンドで。じゃあ僕のターンです。お願いします。上行こうかな。じゃあ2マス動きます。はい、1、2。じゃあここ開封しまーすと。おお、大予見だ大予見。うわー、すげえ強い。的にただ、はい、これね、敵と戦うにも1アクションかかっちゃうんだよね、うん、そうです、はいはい、そう、だから僕は開いただけでブロック2つもらいます、うん、エメラルドねえなー、エメラルドねえの嫌なんだよな。じゃあまあ安牌で、うん、木と、うん、まあ石だね。そうだね、どうせ使うから。どうせ使う、どうせ使う。木と石ゲットしました、はい、じゃあこれでもアクション2つ終了したんで、じゃあターン終了です。はい、じゃあで、俺は、うん、これは1、2、はい、2回動くと。はい、なんか散ったね、俺ら散った、散った。俺ら、仲たがいか、これは不仲説出てる。不仲説出た。これで俺がまたここで取れるってことか。俺ブロック取ろうかな。おう、エメラルドある？ないない、エメラルドはない。そうで、ちなみにこのね、ブロック、あー、まあ、ただちょっと見えないから。見えないね、この辺りかな。じゃあこれで俺も取る。じゃあ楽しみ。わかりました。じゃあ俺の単位いきます。まずブロックを取ります。やっぱ建築していくとね、強いからね。もう一個は武器を取ります、うん、はい、アクションします。はい、武器を集めるを選択します。おお、なので僕はダイヤの剣を、おもらいます。ダイヤの剣一番強そう。でもね、ウィッチ倒すと 5経験値もらえるんだよ。結構もらえる。そう、モブと戦うを選択します。マジで俺が戦うのはウィッチ。おお、嘘やろ。ウィッチの HP は5ですね。はい、じゃあ行くぜ。行きますよ。よし、3枚1。あー、ちなみにジャガイモはもう意味ありません。なんもない。おっと、ジャガイモ。で、あと2の剣、2の剣出せばいい。行きます。ここよいしょ。あー、惜しい、めっちゃ惜しい。惜しい惜しい。これで、今5だから勝てません。勝てない、勝てない。だから僕のアクションは無駄になっちゃいました。違うから。どうしようかな。武器を最初に集めといた方がいいような気がしてんだよね。あの、建築をしたいから。建築税来た。建築税やな。建築税来た。やっぱレベチやわ。建築税ではないけど、ブロックを取ります。はい、ここと石、石と石の下になんとエメラルドが2面見えております。おぉ、マジか。2面見えてたら取れますからね。これをじゃーん、しちゃおっかな。これかわいい、かわいい。え？え？え、かわいくない？今かわいかったよね。今ね、くどかれてる。ちょっとかわいかった。じゃあ俺はこれいただくぜ。はい、この自分のエリアの好きなところに置いていい。そう、好きなところに置いていいです。ガチン。そうで、これ置く場所なんですけど、はい、後々出てくるね、うん、特典ラウンドっていうのがあるんですよ、はい、これ特典ラウンドではバイオームがつながってたりとか、うん、あとはその建物の種類がつながってたりすると、うん、たくさんの経験値入れるんですよね、うん、なのでそれも考えながら置くっていうのはね、大事になってきます。これで、うん、勝負挑もうかな。おい、クリーパーにシャープを挑みます。あ、大原チャレンジ。俺はちょっと戦略の一つとして、はい、あらかた武器を取ってから回すことによって、はい、ダメージを稼げるようにしたんですよ。はいはいはい、はい。つまり5点を出せばいいわけでしょ。はい。どうぞ。1枚目、3枚ですよ。はぁ、あはぁ、惜しい。いや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 、もうダメだ。じゃがいも、じゃがいも、こい。もう1枚。こい、ほら。一番弱いの出た。フラグ回収完璧やな。じゃあ、大原敗北という。大原敗北した。1アクション無駄になってしまいました。一番上なくしました。さあ、ここで。そう、建築していく。ここでターンエンドでございます。さあ、そこで、皆さん、はい、お気づきの方もいらっしゃるでしょう。こちらのブロックがですね、1段目がなくなりました。1段目がなくなった時に、うん、このマイクラボードゲームのね、うん、一番の醍醐味、はい、一番ここで経験値に差がつくんですけど、はい、聞いてる、はいはい、聞いてます。2問2連続がショックする。確率を見てた。ここで皆様に最後のルール、得点ラウンドについて説明させていただきたいと思います。先ほどのブロックの山がなくなったら得点ラウンドが発生するんですけども、めちゃくちゃ経験値が稼げるラウンドとなってます。フィーバータイムみたいな感じなんですけども、置き方によって経験値がね、たくさんもらえるんですけども、その繋がってる数によって経験値がたくさんもらえたりします。得点ラウンド。一つのバイオームを選択してもらって、選択したバイオームが繋がってる場合、僕はね、12経験値ゲットすること
ができる。はい、4つ繋がってるんで。そうなると山のバイオームは5経験値かける4、20経験値、大体20経験値。そうだね、平均がまあ5個重なってる、5重なってるので 3×5 で15経験値もらえます。うわー、じゃあ皆さん自分のおのおの、はい、進めていきましょう。タイタイ27、キヨキヨ15、タイタイがタイタイリード、タイタイ大きくリード。だからこういう感じで得点ラウンドがめちゃくちゃ大事なんですよ。置き方とか何を建築するかっていうのがね、大事です。今すごく、うわうわー、タイタイのここムカつくわ俺がこっちに多分ポンポンって言ったら、多分タイタイここ嫌がらせで、とっても取れないか。タイタイブロックが取れない。タイタイのブロック的にこれ取れないから、俺2マス移動します。ポンポン、はい、でタイの、はい、俺のタイか。そう、俺はここのクリーパーに先頭移動します。はい、わかりました。さっきみたいな、じゃがいも来い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 、行くぞ。おら、行かそうしてるぞこいつら、こいつシャングルで行かそうしたぞ。うわっ、おらおーって。じゃあでもクリーパー4だから、 あと2を出すね。うわっ、さあじゃがいも、おらよし、おーギリギリ勝って砂と、はい、この石取ります。あ、うわー、来ました。で俺ここで来ました。砂と木で、砂と木を作ります。うわ、砂と木で、めっちゃ大体建築だ。ターンエンドです。さあ、得点ラウンド B がやってまいりました。家の種類というか、家が何でできてるかっていうのが大事です。資材ですね、資材、はい。供給は 3×3 で9経験値ゲットします。はい、供給は37経験値です。じゃあ次、大原、ほら、どうします。俺が一番繋がってるのは石かな。石が2つ、石が2つ、はい、2つで、石が2つだと 5×2 なので10経験値でございます。うん、52にいけばいいのか。はい、強っ、大原もう52いった。じゃあ俺いきます。はい、俺今回すごいよ、 B やばいと思う。やばい、これ何個つながってる。1、2、3、4、5、6です。 6? おぉ、白く24経験値、24経験値プラスですよ。急に飛んだ。53経験値、タイタイ53、大原52、キヨキヨ37。おい、きっと砂を取れ。うわー、これで終わったか。待って、でもあとワンアクションできる。ワンアクション、ワンアクションで建築します。うわー、最後持ってく。黒曜石、黒曜石、うん、砂木、おっ、砂木です。はい、でここで C に入ります。得点ラウンド C でございます。さあ、ここで集計になりますね。ほぼ 2×3 で6経験値、エンダーマンでもらえます。はい、69経験値、69経験値です。総原の経験値は89。あ、すげえ。じゃあ次俺の番かな。さあ、大体73経験値。うわー、大丈夫で優勝、大原め。ちゃんと負けてんじゃん、これ。ちゃんと負けてんじゃん。俺もガチでやったからね。いやー、大原強い、声で強いな、大原な。ゲームちゃんとしてんだよな。ぜひともね、気になる方、動画の説明欄に詳細ございますんで、うん、ぜひともね、買って、まあ、友達とか家族とかと遊んでいただければと思います。今日もご視聴ありがとうございました。